やられることもあるわけじゃないんだ。もちろんね、まあそれは強くなかったのもあったし、サポーターと一緒にバーッと蹴るに攻撃を今年昇格しても翌年じゃないですか、 J1 でやれる、36になっちゃうね。一緒にやってる選手で、ないですね。他の阿部さんが引退したら、他のメンバーまだいる、結構マキノとかどうでしょ。あ、でも一緒にはやってる。あ、同世代ですか。同世代は。同世代は結構まだいるよね。だからその J1、J2 含めて35、34、5ってまあベテランじゃないんだよね、もうね。まあベテランじゃベテランかもしれないけど、もう30後半、うん、で俊介とかさ、新司とかベテランっていうのがあるかもしれない。もうベテランっていうかレジェンド。もはやベテランって言葉いらないよね。そうですね。ベテランって、ま、ベテランって何なんだろう。何も。何なんですか、ね。ベテランって何なんですかね。俺は小さい頃から野球を見てきた、うん、ベテラン選手っていうのは普通にこう言葉としてあったけど。そうですね。プロサッカーにまたベテランって何語なんだろう、日本語なのかな。いやどういう意味なんだろう。なんか略とかなんですかね。多分そうだよね。そうですよね。調べたくても携帯それだろうな。でもバリバリやってるからベテランって言っちゃいけねえだろうって思うよ。森重選手とか、あ、森重とかマーケルの通告だな。小林選手とか、あ、小林とかあるんだ。はい。J1 じゃ結構いるんだね。そうですね、まあ、普通にベテランだよ、ベテラン。ゾーンが合ってるのか分かんないです。ベテランベテラン。いや、すごいよ。まあだって、いろいろ、ね、YouTube やったりとかさ、はい、その先のことも見てるとは思うけど、はい、まあ、どれぐらい前に、まあ、やれるとこまでやりたいじゃない。そうですね。怪我はでも大きな怪我しないと。怪我は大きな怪我しないと。そうだよ、多分それが一番でかいんだよな。やってる選手みんな、ポンと怪我しないと、うん。そうですね。年齢が上がってくると怪我したら、うまくなっちゃう。だって安倍にしたって、そうだし、負けもそうだけど、まあ、筋肉系の怪我とかあっても、膝とかさ、大きいやつですね。まあ、膝が一番だけど、これは本当、怪我もないですよね。でもさ、それこそ昔はさ、ベテラン選手ちょっと、ゆっくりやっていいよみたいなあったけど、今そうじゃないでしょ。そうですね。一緒でしょ、の時には。なんかちょっと最後の練習だけ分かったりやるとかあるかもしれないですけど、それがなんかすごいなという感じだな。例えば、ギド・ブッフバーとかいます、ウベバインがいます、でその下のベテランでいうともう田口吉野さんがいます、でディフェンダーとギド・ブッフバーと張さん、田口さんっていうレギュラー陣なわけよ。で、まあ、やっぱりやられることもあるわけじゃないんだ、もちろんね、まあ、そんなに強くなかったのもあったし、で、なんか言い合うんだよ、田口さんと張さんが。で、一番面白かった事件がさ、その時さ、まあ、練習終わって、まあ、話し合ったら張さんと田口さんが、で、俺らシュート練習とか、堀さんとかをこうしてて。で、わざわざこっち側の方から、あの田口さんが、おい、ちょ、待てよ、お前すごい声で、で、張さん、ロッカーの方に、バッターで、ね、スーパーマジだもん、それが田口さんの声で、おいお前、バカだろ、なんだ、バカだろ、チーム名に向かって、みたいな、本当に歌ってたのかな、話聞いて、バカだな。ちょっと、すいません。お笑いのあいつみたいな。ちょっと待ってください。で、そこで、堀さんが、田口さん、ちょ、またバカとか言ってますよ。バカって言ってる。火をつける。ようで、次の日の練習とかね、またまあ、まず普通にやるじゃん。で、それでなんか練習中とかに、まあ、そこはまだ、俺らが面白かったね。タグさん、ちょっとバカしますよ。やめろ、お前。タグさんも、まあ、すごい大人だから、お、言ってんのか、お前。でも、まあ、バカとは言うなよ、そんな感じで、別に関係が悪くなるから、そういうのを焚きつけるのが堀さん好きで。堀さんもなんかこう、変わった、確かに、まあ、草、
福さんも高校時代からしてるのもあるんだけど、うん、俺は堀さんがレッツ来てからなんだけど、うん、確かにその指導者になってってこう変わってった感はあるね。とはいえでも今年のレッツはね、まさっきも話したけど変わりすぎたぐらい変わって、うん、ちょっと補強もまた J2 からも。そうっすね。どうなの？なんか、まあ、犬飼はね、鹿島からだけど、ね、琉球からもそうだし、知念選手と、知念選手はどうなの？結構、あの、なんか左利きで、ちょっと左利きだった。大丈夫、あの、坪井は秋元がずーっと見やってんのに、うん、開幕前まで右利きやったもん、そうです。知念っていうぐらいだから、沖縄の出身の子じゃないですかね。あるし。あ、松尾君も行きますよね。ああ、大選手、あれ、ジース。彼はね、まあ、横浜吉で見てて、謙虚ですね。うん。やられてるからね、レッツ。ああ、うん、結構やられてる。ちょっとはいいよと思ったけど。まあ、松はなんかわかるじゃん。レッツのね。ジース出身だし。J2 ってそんなにいい選手いっぱいいるの？いっぱいいる。リズリーもいる？変わります、若い子とかで今、有望な子は。ユースからだっていう子、ユースからだっていう子はいいですね。まあ同じサッカーだからね、はい、しかも高校卒業して18から大学、大学に行った4年間とか、うん、まあ、高校生卒業して3年4年とかって伸びしろあるからね、はい、そうですね。体つきも変わってくるでしょうし、やっぱ自信つけた時に、うん、そうね、ちょっと一皮も二皮も出るから分かる。俺も J リーグ始まって、開幕した時に3年目だったもん。はい。高卒で3年目だったから。で、まあ、その前にも試合は1試合2試合出たことあるけど、もう何もできないまま終わってる自分がいたんだけど。で、2戦目で途中から出て、決勝点決めて勝った。新戦なんかで。それこそ堀さんがシュート打って、バーに上がったら2回だけ逃げ切る。へぇー。今日決勝点で、駒場で。J リーグ2勝目かな。うーん、90分で勝ったのが多分それが一番最初。ああ、そうですか、そうか。昔ほら、延長リーグだった。すごいな、毎回それやってたら。そうなのよ。もうね、飲みに行く時間が12時なんだよ。もうスタート、スタートもなっちゃう。すみません、PTA まで行ったの。で、全部ないんだったから、水道、水道で。だって5月に開幕して12月終わってたのね、やっぱり。その去年のシーズンみたいな感じで。36試合、初級10チームで4回やってから36試合。あ、4回やってたんですか。で、ナビスコ天皇杯だったから、ナビスコか。50着ぐらい。で、俺は別にそんな出てないし、出始めだったし、若かったから、何にも考えなかった。やっぱそのベテラン人たちは、やっぱきついってさ、そうする、ね。出続けてる方がいいってさ。ああ、そうですね。ベンチ入ったら出なかった人たちは、気持ちを途切らせることができないというか、次の日も練習はできるしね。次の日の練習は結構きついじゃん。そうです、人数少なかったりして早くて10時にスタジアムに入る。ホームだったら11時ぐらいでしょ。で、国立競技場で試合をしたらもうそのままバス乗らずに解散というか、まあ、俺動画だけで降りたら一回国立で試合終わった後に、まあ、ちょっと俺らバス乗らないからさ、マネージャーに行って。で、俺とかがもう外出て、ちょっとまあ、飯食いたいですね。で、昔の国立ってさ、出口はその1個だけの。で、バスがこう出てくるときに、こう、サポーターと一緒に、あーあったら、警備員、本気で取れない。何があったんですか？おーわかんないから。で、中でみんな笑ってる。おーわすごいな、エンターテイナー。警備員褒めてたんですね。で、警備員も分からないじゃん。なんで褒めてるんだろう。そんな時代。やるときやるってだけで。なんかそういう人が強かった印象だけどね。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。ああ、シュートだろ。